1, 2, 1, 2, 3, 4. で今日は本当に素晴らしいあの方がお客さんたくさんね、あの全国からあの浜松、それから、大阪、北海道、九州、フィリピン、アイランド、遠いところが来てありがとうございます。でまたね、あの私の大好きなあの巨人軍の鷲見さんも来ていただきまして、本当ありがとうございます。お忙しいです。なんですが、これ作ったのがもう高校の時だったんで計算できないから思い出したんですけども、最初はあの野球のところはあの巨人軍は大長嶋張本だったんですね。でそれは初代の地図、今すいません、後で紹介します、あれ地図って言いますけど、その時は大、長嶋張本で、2代目の地図の時は大長嶋中畑だったんですね。で、3代目は大長嶋夏美ちゃんになりました。結構当時37年前ぐらいまであの知り合いが歌ってくださってて、あの大学の少林拳法の仲間があの夜酔っ払った時に歌ってくださったりとか、あと結婚式でね結構皆さん歌ってくださってて、うち の, あのベースのベーシストが結婚式、知らない結婚式行ったら歌ってたってことになってくれたんですが、あのぜひまた37年ぐらい復活なんで、機会あったら結婚式利用していただければと思います。で、あのこの歌なんですけど、ですね、2番は好きなようにあのアンチ巨人の方がね、巨人の歌だと大変なんで、広島でもあのサッカーでも結構ですので、ただ巨人を入れるときは必ずスミちゃんに入れていただければと思います。ですみません、何分初めて集会久しぶりなんでメンバー紹介をさせていただきます。我々のバンドはここにありますけども、アーサー・ライニー・チーズもです。で、あのキーボードのアーサー、それからボーカルのライニー、そしてキーボーカルのキューマ・ミッちゃん、ベースの中に、
そして私、あの南こうせつの服を着ているサブでございます。ライブがきっかけになったのは実は本当の誠の話で、あの南こうせつさんのおかげなんですね。去年の5月にあの CA がたまたま南こうせつさんのコンサートに行くっていうんで、私大ファンだったら、いいよ連れてってあげるって言われてですね、で女房として連れてってもらったんですね。でただ二度と会えないと思ったんで、大ファンのこのギターを持ってあの行ったんです、コンサートに。マジックと、あの電車に乗ってちゃんと百合ヶ丘まで、でマジックもこのギター持ってで楽屋に連れてっていただいて、で3人もあったんですね。これそうなんです、このギター2万8000円なんですよ。45年前ですが、あの壊れちゃってこれが折れたりしちゃったんで、あの修理して16万かかりました。プラスともサインがあるんで、もう大変なギターですよね。まあ、そういろいろありまして、あのでその時あのその後もう一度お会いする機会があって、あのコースさんがね、私ちょうど今年還暦なんで、まあ、昔歌ってましたって言ったら、いやさっきの歌はやった方がいいよって言われて、あのぜひ還暦の時の CD なんか作りなさいって言われたんですね。それがきっかけなんですけど、でその時はあのまだバンドの復活の話もなかったんで、あのいやどうしようかな、じゃあ楽曲だけしてあのコーセスさんのバンドさんに歌ってもらえるのかなと思ったんですけども、そんな話をたまたまこの2人にしたら、もうがっつりくっついてやるやるってなってですね。でところがあのどうせ皆さんご存知、まだ2人あのボーカルとそれからギタリストですけども、でなかなかその2人が忙しいのできなくてですね、どうしようかなと思って、もうボーカルがね話にならないで、そしたらこの実はこのお二人、私嫁の友達なんですけど、時々あの六本木でね、プロですからね、歌ってて聞きに行ってて、あの2人がいいよって言ってね、お願いしたらな、日本のフォークソング聴いてくれるんだと思って、で今見ています。そんなことですいません、あの話になるとあの怒られちゃうんで、であの次はですね、あのちょっと全部オリジナルのものですから、ちょっとあのご説明していただきますけども、あの、お嫁さんはですね、黄金です。で次はアントニオ・ロペスという意味なんですが、あのアントニオ・ロペスってご存知かと思うんですけども、知らないかな、あのリアリズムの画家なんですね。でそのアントニオ・ロペスのロペス展というのはラフォーレ原宿って知ってます？ね、1977年、昭和52年にラフォーレ原宿が多分オープンしたんですね。でその時にラフォーレ原宿のオープン記念でアントニオ・ロペス展っていうのがあったんですけど、ちょうど20歳だった。でその時にたまたま気に入った子を連れてアントニオ・ロペス展に行ったんですね。ですぐ振られたって言ったんですけど、ですからアントニオ・ロペスの日って題あります。実はこれアントニオ・ロペス展の日なんですけど、ショートカットしてアントニオ・ロペスです。では聴いてください。いきます、アントニオ・ロペスの日。I'm not afraid of the dark.
ていうか、ね、アントニオ・ラブソンっていうなんか意味わかんないって言われるんですけども、そういう理由があったんです。でも今思い出すと、そのダフォーレ原宿に実は私あの今ここに松陰寺 の大学の先輩が一緒なんですけども、松陰寺高校にも入ってまして、みんな学ラン着て学校行ってたんですね。で今思えば、その初夏の時に確かその子とはもう、まあ、デートしなきゃって言うんで、学ランで頭坊主で、確かズボンがね破けてたからね、ジーパンかなんかで行ったんですよね。ドマケに当時は私銀歯ですから、前歯、いやー当たり前だよね、うん、本当にね銀歯だったんですよ、前が笑うとキラッと光ってね、コンサートで笑うとキラッと光ってね、もう本当銀歯に学ランに坊主で、まあ本当に恋することは簡単だけど、愛すのは難しいんだなって思いますね。すいません、次はですね湘南海岸という歌なんですが、まあ、湘南海岸というと、ね、我々の時代、今のこと行くとこないですから、みんなで遊びに行くというと、葉山行ったり、逗子行ったり、大磯行ったり、湘南の方行ってたんですけども、そんな時に作った歌で、本当、ちょっとまったりしてますから、ぜひ聴いていただきます。でこれやるんで、実はあのアーサーの代にも、だからこれ我々はね、オリジナルやってもらうんで、一生懸命日本語の勉強して、サインしてもらって、でアーサーに湘南海岸の写真、特にこれ江ノ電が舞台なんですけど、江ノ電の写真をですね、見せて、これが江ノ電なんだよっていうことを分かっていただいてあったんですけども、でなんか蒸気機関車と間違えたみたいで、それは大変だったんですね。音をシュポポーと言うそうですね。江ノ電の歌なんですが、じゃあ湘南海岸でください。
ちろんあの江ノ電の野良犬なんかさんと思うんですけども、あの江ノ電のカタンコとのカタンコとのなんかそんなイメージだと思っていただければ幸せです。まあ、あの今結構江ノ電もね綺麗になっちゃって、あれですけど、一時我々大学の頃37年から40年前結構江ノ電ボロボロだったような気がして、で夏が終わって、秋にあの行って、そんな実際に見て寂しいなと思って使ってやったんですよ。実は今回は皆さんにこのオールシーズンソングスってやったのは実はの、今春ですけど歌があの結構あのオールシーズンあってですね、今回やらせていただいたっていうのは、冬にあのやったコンサートをあの実はこのアーサーとライニーとそれからこの2人と私が自分でやったバンドを自分でコピーしたんですね。なんて37年経ってますから、大変だったよね。一番大変だったのはみっちゃんだよね。まあ、最初どうなるかと思って誘ったの後悔したぐらい言うことなくてでも復活していただいて本当ありがとうございます。で、オールシーズンってことなんで、秋が終わって次はちょっと原曲は、冬の歌を歌いたいと思うんですが、季節の歌、私はサイモンとガーファンクルとか、ね、大好きですけど、それからもちろんカレーフも好きなんですけども、サイモンとガーファンクルはやっぱり季節で公演を歌った曲があって、それからともちろんコーゼスさんが歌なんてたかな、夕暮れ時何だろうか、でぜひあの僕はあの私デサンジットコーゼス好きだったので、うちのバンド欲しいなと思って作ったけど、冬は桑原市の中っていう冬の状況だった、すいません、だんだん冬になってきますから暑いですけど、気持ちはあの冬に移していただいて聞いていただければと思います。では冬は桑原市の中に行きます。実はあの多分今日
今日来られるまでどんな曲やるか知らないって方結構いたと思って、すいません、こんなバンドです。実は今回のチラシありますけども、これ実はすごい方に書いていただいてですね、ポケモンの書いてらっしゃる方なんですね。アシュラ・ベニマルさんという方、伊藤さんという方で、お願いしたらですね、お忙しいのに、コーゼスさんのバンドマスターのつもりだから書いていただいたと思うんですけど、お願いしてですね、書いていただきました。ですからお手元にあるこれは結構売れるかもしれないですけど、ポケモンですからね。今でも、書かれてるんですかね、アメリカかどっかのニューヨークタイムズとかそういうところでね、4コマ漫画書かれてる人です。はい、先生って言ったら、先生って呼ばないで来られたのアシュラってリバルさんって言うんですけど、はい、そういうことで12月まだ12月じゃないよね、何月だっけ、4月フィリピンの人って冬ないんだよね、年中寒い、なんか日本に来て一番見たいのは雪だったんだけど、そうなんですか、はい、食べた私すいません、ご存知の方はほとんど知らないんですけど、野村さんもフィリピンから来てるんですけど、何回か行って、フィリピンって暑いってイメージありますけど、暑くないんですね、めちゃくちゃ寒いんですね、ほんと寒いですよ。いや、ね、エアコンが半端でないんですよ。もうね、ショッピングモールじゃないですか。いや、大変なことになっちゃうんですよ。だいたいね、設定温度が17度くらいなんですよ。家もすごいですよね。ガンガンでしょ。もうね、だからフィリピンもし遊びに行かれる方はちゃんと上着持っていかないと大変なことになりますので、本当に家とかね、オートして涼しいです。で、実はフィリピンって言えば、今ドテルテ大統領、大統領ね、愛されてるね、支持率 90% です。なんか日頃聞いてる報道だと、なんか麻薬ですとか、麻薬ですとか、そういったね、戦争だっていって超大きくなってましたってね、結構ね、各国で批判を浴びてますけども、まあ皆さんご存知、私の前職は麻薬関係だったんで、戦争なんですよね。で、この間も行ってきて驚いたのは、すごく治安が良くなってるんですよ。いや、空港でもね、どこでも。で、なんかほら、そうやって薬中がみんなボンドに殺されてるから、なんか怖いなって思ってるイメージあると思うんですけど、行ってみるとすごく治安が良くなって、いや、指導者がこんなに国って変わるのかなっていう。特に空港でよく昔はですね、空港のイミグレーションスタッフ、入管スタッフとか税関スタッフはチップを汚せって言うんですよ、必ず。もうバッグ上げて中にその小銭とか入ってると、お土産ってみんな持って帰るんですよね。本当そうなんですよ、昔はね、昔、で、うちの嫁からは、とにかくね、フィリピン行って、そうやって当時ね、役人から言われたら、ワランペラって言ってるんですね。ワランペラっていうのは、お金ないって言うんですね、タガログでって言われたんですけど、もう全然その必要なくて、とにかく、ワイドとか一切なくなったんですね。いや、本当に救急車が来なかったのが、今では救急車がすぐ来るそうです。それから良くなってるんですね。我々知りませんけども、いや、本当にね、一般の報道って実はもう違うんだね、とよく分かりました。はい、すいません。じゃあ、フィリピンにはない冬の歌なんですが、ごめんなさい、クリスマスの歌なんですね。もう、気持ちはクリスマス言ってください。それはジェラートかアイスクリームお願いしますね。それでは、クリスマスソングじゃないですか、クリスマスに作ったんですが、12月の歌という曲を聴いてください。
気がついたら自分一人になっちゃったっていうようやく歌なんですね。
卒業する君に贈れたっていうのは、まあすごくシャイな人っていますよね。本当はもうすごく好きでしょうがないんだけど、結局何も言えないで、卒業してっちゃう。一発に告白すると別れが怖いとかね、わけわかんないですけど、そういう何て言うんだろう、そういう人なのかな。例えばね、教師がね、女子校の教師、これ本当に聞いたんですけど、女子校の教師で仕上げて、本当に私も好きになっちゃった。で、結局、まあ、なんていうかな、何もないっていうか、教師だからね。で、そのまま涙をこらえながら送ってったんですけど、しましたけど、まあ、そういうのちょっと難しかったですけども、聞いていただきます。じゃあ、2曲続いて、冬芸賞から卒業していきます。せーの。
Mm-hmm.